うゆつでー。うゆつでー。さて本日はキャンプサイトガチャ100連やってくよ。半年以上かかったね。あらかわいいカエル。この辺撮影したのが去年の6月16日らしい。毎回パソコン立ち上げてるの？いや、スイッチの30秒録画機能。これ本当に便利な機能だわ。スマホにも欲しいけど充電すぐなくなりそう。アイソトープで5連目だね。アイソトープでググったらめっちゃ難しかった。気になる人はググってね。フォアグラうまい。食べないで。宮城の旅館で食べた。離島ガチャにもキャンプサイトにも来る元気なしオン。チャームポイントのお花が見えん。ユーカリじゃないのか。人じゃない方。サブレとクッキーの違いは？クッキーとビスケットの違いは？11連目。ヘビーアームズ。ウィングでは一番好きなキャラだけどな。人生と見知らぬ猫と間違えやすい。普通の人はコメントがありません。職場だと重宝するけどね。北オーストラリアの人の方。人の方がやんちゃ感あるね。中国も来たね。パンダコーナー人いっぱいで通り過ぎる。16年目。離島ガチャだけじゃ飽き足らずキャンプサイトにも来るのか。あれ？アデレード来てたことあったのか。コアラ率高いな。パンクスもよく来るな。近いうことはないな。間さん。間はミツさんじゃないの？刺繍見て衝撃受けたくせに。あれ以来人の刺繍は見なくなった。同じこと言っても知ってて発言したらパクリになるから。21年目。レモンティー飲みたい。テリー。インドの都市らしいよ。やべ、和歌山の18倍ぐらいに乗るわ。何のチャンピオン？口癖的に大食いとかじゃないかねー。ミラコの部屋一度見てみたいな。最近住民の部屋見るのが楽しみだよね。シェリーは社長室みたいな感じだったような。ちゃんと撮影しとけばよかったな。26連目。あれ？録画ミス？いや、再び来たらしい。ハンナのお部屋はロックなのかな？ポケモリのガチャロックだもんね。かまぼこのお部屋は氷の部屋だったわ。みんな南極に住んでるわけじゃないのにね。何そのおしゃれな服。見かけたことないかもね。タンタンの感じで書くとやっぱタンタンなのかね。31連目。1号は倉庫に筋トレグッズみたいな感じ。ポンチョは服のポンチョからかな？私ポンチョ着ると幅がやばくなる。かわいいのに。花子もよく見たな。部屋が気になっても誘える気がせん。吉野はアツモリだとかわいい。住民はポケモリよりアツモリの方が何かかわいい。やっぱ和服がかわいいね。大志って久しぶりに見たな。はじめんの動画で絵だけ見たことある気がする。36連目。王様の部屋も見てみたいな。メルカリでアミーボカード買うかねー。あんたじゃん。表だってグレたことはない。こっそり反抗期。400兆いけるんだから離島ガチャとかぶらないで。貫禄地にもだ。雨食べ終わった棒で戦ったのかねー。ビーフンあんま好きじゃないんだよねー。スープが必要なんよね。つけ麺も微妙だからね。41連目。柑橘系は好きです。焼き芋焼いてもいいですか？ホイルやん。子供が小さい時は田んぼで焼いたんだけどな。こっちでも桜島登場。もう言い尽くした。アスイカの服が超絶に合うガリガリだ。ライブの声出し解禁でコールが。コール苦手。パオロイタリア語の人名らしい。46年目。ゾウさんも出現率高いな。アードグローかわいい。かわいい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 。コアモテからのぼんやり。ちゃんは海賊のイメージだな。帽子がパンツに見える。焼肉はあんま食べない。でも家族は焼肉好き。私の食べ放題料金もったいない。豚肉で十分だよ。51年目。山本よりブルーハーツ派。たまにカラオケで歌う。1時間で喉枯れる人。風邪ひいても喉からやられる人。ハムスターかわいい。シェンロンいらっしゃい。あの値上げ止まってませんけど。デートって言ってるから、どうしたらいいのかわかんないんだよきっと。桃地のポケモリ株はすごいぞ。頑張ってガチャしたよね。56年目。チョコはオレンジ入りチョコが好きだね。ガギタンも特にいることはないっす。タキはしばらくハッケミーと間違えてた。色でね。服子はどう見ても服笑いからよな。今時の子はするのかねー。ストローはプラスチック製が好きです。ちゃんとしてるからプラスチック製よくね。61年目。V6解散したのか。結構ショック。ここでもマクロスか。クマロスだって。カタカナ苦手。ラッキョは鳥取が有名らしいよ。失敗。ポンチョとダリーとクロウは後ろ姿が似てる。66年目。初期住民のねえや、以上。馬は膝系が多いのかな。オス？オスって使い切れないんだよね。VV って。ミニガリボンの中古。サンドイッチ美味しそう。サンドイッチは作るもの。卵ツナ専門。ネズミタイム。ディズニーランド行ったことないねー。乗り物乗れないんだ。高所恐怖症。71連目。和風じゃない服着てるんだ。ここでも何回も登場するんか。ほんとダントツ。こっちは初めてだね。羊のイケメン枠かな。何の服？
ハルクってなんだろうね。超人かもしれん。76連目。結局映画いかんかったわ。アイちゃんね。ジュン、いじりがいのないジュン。ノン。トンファン。トンファン。僕がトンファンになったのか。じゃあ食べようか。小雪はにあったな。ググる必要もないしな。ピースは初めましてだ。ピースが最強だから平和なのね。81連目。言うことはないな。ピザじゃなかったら可愛いのにな。バレンタインシーズンだね。オレンジ入りのチョコが好きだな。同じのじゃないか探しに行った。86連目。こちらも。服変わってるね。録画線からと思ってた。帽子だけかぶっとけわかるし。帽子すらかぶってないじゃん。いいじゃんかわいいじゃん。マイル稼ぎでイメチェンの時に、あんま服持ってないことに気づいてん。あつ森かわいい服多いしね。ウィッグつけると帽子かぶれん。髪型になってほしいね。91連目。シャンクの売ってるバッグがかわいいねん。最近ハマってるもんね。トラコ仲間にしたら気になって動画に集中できん。M1 の優勝した人のネタ。歯並びが気になってネタが入ってこんかったう。何が面白かったのかわからんかったんよな。だから決勝は画面見なかったよ。見なかったら面白かったかな。96連目。いつの間にかドーム衣装になってるやん。書くの楽しかったな。さてキャンプサイトで誘った住人を紹介するよ。まずは弥生。うちの島の女の子たちで活躍してくれたね。弥生は本当に誘うのが大変だった。スピカさんという方はね。住民総入れ替えはどうなった？スピカさんという方が。ちなみにスピカがこちら。あーかわいい。ゲームがめんどくさいねん。あっこの作戦いいな。ケチャップもかわいいけど仕方ないかな。他にいてるのにねー。99連目。何今の格好？条件反射で泣けてくるの動画撮影中の模様。100連目。普通の豚。101連目。ルナがルナで生きてる。102連目。実は弥生から結構経ってて、動画がマンネリ化してきた頃。さっき加入したところ。さよなら弥生。いや30秒前よ。仲間になったの。ノリッペも一回加入したんだけど。あーパッチは無理だね。104連目。未だに練乳がよくわかってないウプ主。練乳苦手なもので。今回のラスト105連目。弥生よりナイルの方が後だったのか。で、奥太郎が引っ越したいって言うから。いや、さっき誘ったばっかり。じゅんさんのアミーボを読み込みました。はい。実は子供の買い物ついでにアミーボカード買ったら、じゅんくんが当たったの。で、奥太郎の後の売り土地に来てもらおうかと。いや、おしゃれしてきてないじゃん。さっきと一緒の服だね。おしゃぶり。どんな思い？甘えていいよ。ウユスベの人じゃなくて私ね。恩着せがましいやつ。ちなみに案内所で調べてもらったところ、お願いしても OK なのはこの人たちみたいだよ。え？売り土地ないの？ならたっくんかな。ちょっと売り土地確認。カジロウ様ご新居建設予定地。アイリス誘ってダメだったからミタの選んでくれたのかな。そうかもね。こちらがヨウさんです。アイリスの方が眉似てる気がする。眉毛可愛いかよ。ではでは続きまして。パチ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 。おかえりじゅんくん。面白かったカジロウのお部屋。ハリボテの木を活用してるじゃん。いやカジロウ目線だとさ、裏しか見れんのよ。シュール。いやでもこれからの動画が楽しみですな。現在の住民がこちら。半数がリスじゃん。ということで離島ガチャ200連キャンプサイトガチャ100連の結果でした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。